あの、相場の判断というのは非常に、えー、デリケートです。えー、でも、素早く行動しなければならない場面もあります。株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。水曜日、持続可能な株式投資。今日のタイトルは、相場の予測は毎日変わるものです。 私たちは予測を立てます。その予測に基づいてポジションを取ります。儲けるためです。でも次の日、状況がガラッと変わっていて、その元の予測をですね、覆さざるを得ない。こんなのはですね、当たり前だと。こういった現実を一緒に考えてみたいと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録も ぜひよろしくお願いします。例えばですね、二つの銘柄があって、どっちにしようか迷ったとします。A 銘柄にしようか、B 銘柄にしようか。結果として A 銘柄を買った。一ヶ月後にですね、A 銘柄は動きが悪い。B 銘柄がじわじわっとこう来てると。やっぱり B だった。こんなの普通にありますよね。えー、どうしましょうか。 A を切って B を買う。まあ、さっとね、えー、切っちゃって、えー、B にね、えー、乗り換える。成り行きでパッと買っちゃう。あるいはとりあえず A を売って B の押し目を待つとか、えー。結局ですね、まあ、相場がそういう風になったんだから仕方がないんですね。えー、何もしないで泣いている。えー、こういう馬鹿なことはしないわけです。えー、さっと動く。 そうしないと儲からないわけです。えー、ではですね,ね、スクリーニングします。まあ、4000銘柄近くありますから、えー、ある程度条件で絞り込んでいくと。そして、えー、A, B, C, D, E と。じゃあ、5銘柄選んだとします。えー、この5銘柄いけるだろうと。均一に仕込んで買った。えー、そして、えー、2週間後。まあ、そのうち、えー、2銘柄はいい感じの動きをしていると。 でも残り3名柄はあパッとしない、えー。こんな時にですねあ、すぐにですね、行動するかどうかは別として、今後の状況次第では、えー、元の予測を見直そう、まあ。こういうふうに思うわけです、えー。2つの例を挙げましたけれども、1ヶ月後、それから2週間後、えー、毎日じゃないじゃんと。 まあこう言われるかもしれませんけれども、まあ、実際はですね、一、まあ、日単位でもうコロコロ変わってはいられない。えー、例えば、あ自分の銘柄が、えー、5円高した。よしよし。次の日、10円安した。これは大変だ、えー、そんな風にですね、えー、考えていられません。やっぱりこう、流れを捉えていくということですね。小さいブレはいくらでもあります。そういうブレは無視します。 えでもね、こう、いろいろなこう思いがあって毎日見ているわけですね。そして毎日裏切られる。えー、こんなの当たり前ですね。もう、ガチガチの底値だと。もう、動かない。えー、で、現在505円。500円を割ることは絶対ないだろうと。まあ、こんな風に思って買ってもですね、一時的に480円をつける。こういうことはあると思います。 その後600円に上がった。えー、これでいいわけです、えー。だからちょっとしたブレでですね、いちいちおたおたしてはいられないわけですけれども、480円になった。それが470円になった。そして、えー、崩れて400円になった、えー。こういう状況は放置していられないわけです。やっぱり対応が必要なわけです。あの、相場の判断というのは非常に、えー、デリケートです。 えー、でも、素早く行動しなければならない場面もあります、えー。この辺が難しいわけですけれども、流れをとにかくね、えー、見るわけですよね。えー、例えば、約3ヶ月のトレンドを考えている。その上で日々、えー、チェックを怠らない。まあ、これは当然ですね、えー。一つですね、林投資研究所の 中間線を例に挙げて説明したいと思います。中間線はですね、えー、日々の終わり値を見て、えー、割とですね、短期的なあ変化で、えー、パッとですね、えー、上だとか下だとか、まあ、方向性をですね、判断する、えー、こういう機械的判断の手法なんですけれども、えっ、ー、とですね、 えー、例えばこんな風にですね、冷やしを見るわけですね。えー、終値だけを見ますから、終値を直線で結んだ折れ線チャートを使います。えー、下がってきました。えー、ピクッと来た。こういう時にパターン分析で、嗅、えー、いだ。これは上昇する。こんな風に判断するわけです。これが要点です。線を赤くします。えー、そして三分割で。 三分の一買うわけです。予定数量の三分の一だけ買うわけです。そうしたら、急に弱含みになった。ガクンときた。今度ここでですね、下向きだ。こう判断して、三分の一買ったものを投げると同時に、三分の一、空売りを仕掛けます。ところが、そのまま下げずに、また落ち着いてきた。そして、 こんな風に上向きになりかけてきた、えー。ここでですね、再転換だと言って、3分の1空売りしたものを切って、えー、踏んじゃうわけですね。そして今度は3分の2買う。えー、簡単に説明しましたけれども、こんな風にですね、えー、結構機敏に動くのが中原線です。ずっと判断変えずにですね、ポジションそのままで、えー もう、値幅をしっかり取る、えー。こういう場面も当然出てくるわけですけれども、細かいところで、えー、上だ、下だ、パッとね、えー、機敏に行動しちゃうわけです。まあ、流れを見てるんですね。トレンドに目を向けているんですけれども、いつでも機敏に行動する準備がある。これ非常に大切ですね。えー、そして実際にはですね、いつでも方も向転換できると。 車の運転と同じですね。スムーズに決めたスピードでずっと走っていく。これを想定しているんですけれども、人が飛び出てくるかもしれない。急に信号が変わるかもしれない。横から車が飛び出てくるかもしれない。何が起きても対処できるようにしているわけです。でも想定としては、自分の決めたスピードでずっとスムーズに進んでいくと。こういうことですね。 えーまあ、こんなふうにですね、まあ、一つ想定があるんだけれども、何かあったらパッと行動すると。そのためには、ゆとりが必要です。余裕がない人が負けちゃうわけですね。えー、それから、相場についていくんだという発想です。予測がもう次の日、えー、裏切られてって、えー、驚いてはいられない。えー、そんなことでですね、えー、おたを出していたら、相場を張ることはできません。 あの、予測に固執するなという言葉がありますけれども、予測なんかどうでもいいということではないわけですね。えー、予測通りにポジションを取らなければいけないわけです。えー、でもその予測が、えー、たった1日で、えー、変わることもある。こういうふうに、えー、備えながら流れを見ていると、えー。こういう姿勢が大切だと思います。 はい、えー。相場の予測はあ、もう毎日変わったって、えー、驚かないぞ、えー。こんなですね、えー、考え方というか、あ姿勢ですね。えー、その上で、まあ、流れを見ようと、えー。こんな話をしました。最後までご視聴ありがとうございます。<music>